ティーアガルテン通り4番地に立つ T4 作戦の歴史案内版。ベルリンフィルハーモニーの所在地でもある。T4 作戦は、ナチスドイツで、精神障害者や身体障害者に対して行われた強制的な安楽死政策である。1939年10月から開始され、1941年8月に中止されたが、安楽死政策自体は継続された。 T4 は安楽死管理局の所在地、ベルリンのテーアガルテン通り4番地、1を短縮したもので、第二次世界大戦後に付けられた組織の名称である。一時資料には E オクシオン、E 作戦、e、もしくは EU オクシオンの名称が残されている。この作戦の期間中の犠牲者は、公式な資料に残されているだけでも7273人に達し、その後も継続された。 安楽死政策により、口実の野生化した安楽死や 14F13 作戦によるものも、含めると15万人から20万人以上が犠牲になったと見積もられている。社会ダーウィニズムに基づく優生学思想は、ドイツでは第一次世界大戦以前からすでに広く認知されており、1910年代には、劣等分子の男子や、治癒不能の病人を要請に応じて殺すという、 安楽死の概念が生まれていた。1920年には、法学博士で、元ライプチヒ大学学長のカール・ビンディングと、医学博士、フライブルク大学教授で、精神科医のアルフレート・ホフヘにより、重度精神障害者などの安楽死を提唱した、生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁が、出版されている。1930年代になると優勢学に基づく。 断子が議論されるようになり、1932年7月30日には、プロイセン州で、劣等分子の断子に関わる法律が提出されている。ナチ党の権力掌握後、民族の地を純粋に保つというナチズム思想に、基づいて、遺伝病や精神病者などの、民族の地を劣化させる、劣等分子を排除するべきであるというプロパガンダが、開始された。 このプロパガンダでは遺伝病患者などにかかる国庫、地方自治体の負担が強調され、これを通じて、ナチス政権は断種や安楽死の正当性を強調していった。1933年7月14日には遺伝病根絶法にが制定され、断種が法制化された。1938年から1939年に、 かけて、重度の身体障害と知的障害を持つクナーという少年の父親が少年の自費殺を相当アドルフ・ヒトラーに訴えた。この訴えを審議したナチ党指導者官房長のフィリップ・ボーラーと新衛隊軍医のカール・ブラントは、その後の安楽死政策の中心人物となった。この訴えは後に、 私は告発するという安楽死政策の正当化を訴えるプロパガンダ映画のもととなった。1939年に明文化された T4 作戦の命令書。投資同社ボーラー氏と医師ブラント博士に病気の状態が深刻で治癒できない患者を安楽死させる権限を与える。アドルフ・ヒトラー1939年9月1日、ヒトラーは 日付の記されていない秘密命令書を発令し、指定の医師が、不治の患者に対して、自費し3を下す権限を委任する責任を持つ、計画の全権委任者、4としての地位をボーラーとブラントに与えた。ヒトラーは10月末日に、この命令書に署名している。この措置は明文化された法律によるものではなく、根拠法を持たなかった。 法務省は1939年8月11日には、死の法女と生きるに値しない命の根絶を関連づけた法律を準備し、総統官房も法律案を準備していたが、いずれもヒトラーによって拒否された。こうして安楽死政策は立法化の正式な発表も行われないまま、病院や安楽死施設で実行され始めた。 立法を司る法務省もこの事態を認識しておらず、1940年7月9日に、匿名の政府公館からの当初があって、初めて知ることとなった。5、ブランデンブルクの区裁判所の公権裁判所裁判官、ロタールクライシヒも法律に基づかない殺害が行われていることを把握し、法務省に事態の調査を求めていた。法務大臣、フランツギュルトナーは、 調査を命じたが、やがて殺害がヒトラーの意思であることを知ることになった。ギュルトナーは、総統官房長、ハンス・ハインリヒ・ラマースと会談し、安楽死作戦を中止するか、法制化を行うかという要求を行った。ラマースは、ヒトラーの意思が法制化に否定的であることを伝えた。ため、結局法務省は、何の措置も取ることができなかった。暗い死日は諦めずに調査を行い、 安楽施設に殺害の中止を命令した。暗い死費は法制化を目指す民族法廷の裁判長、ローラント・フライスラーの指示を受けたことで勇気づけられ、ボーラーを殺人容疑で検察当局に告発した。しかしギルトナーはヒトラーの意思を優先させるべきであると考え、暗い死費の行動はすべて無効とされ、彼は裁判官を罷免された。 結局最後まで安楽死制度は法制化されなかった。T4 組織はいくつかの組織に分かれており、財政部門、移送部門、そして実施部門の3つに分かれていた。中枢組織は、労働共同体というカムフラージュ名称を持っており、他の組織や人命にも、あらゆるカムフラージュが行われた。処分されるべきと考えられた対象には、精神病者や遺伝病者のほか、労働能力の欠如。 野尿症、脱走や犯行、不潔、同性愛者なども含まれていた。T4 組織の鑑定人、精神科医のベルナー・ハイデとパウル・ニッチェラは、各地の精神医療施設等から提供されたリストに、基づいて、処分者を決定した。処分者は、優生省から譲られた灰色に再塗装されたバスに、乗せられ、処分場と呼ばれる施設に運搬された。専門の安楽施設は、 ハルトハイム安楽施設、ブランデンブルク安楽施設、ベレンブルク安楽施設、ピルナゾンレンシュタイン安楽施設、ハダマー安楽施設の6つがあった。このうち、ハルトハイムの施設は1944年末まで稼働し、最大の犠牲者を出した。ハダマーの施設は街中にあり、住民はそこで何が行われているかをうすうす知っていた。移送されたものは、 ガス室に入れられて処分された。建物外に固定された自動車の排気ガスをホースで引き、その一酸化炭素中毒効果が利用された。障害者たちを運ぶ灰色のバスの車内は快適かつ穏やかな雰囲気が心がけられており、温かいコーヒーやサンドイッチが振る舞われた。ただし、これは殺害方法の一部であり、フェノバルビタール注射による殺害、六、飢餓によまた、 作戦の中止後はガスよりも毒物や飢餓が殺害方法の中心となった。ホンガーレン主教この計画についてはキリスト教会の一部、特にローマ教皇庁から強い反対があった。また、ミュンスターの主教クレメンス・アウグスト・グラーフ・ホンガーレンは1941年8月3日の説教で安楽死政策を公然と批判し、連合国にも知られることとなった。 ガーレン司教は刑法190条による告発も行っている。一部のナチ党幹部はガーレンを死刑にするよう求めたが、ミュンスター市民への影響を考慮したヨーゼフ・ゲッペルスは慎重論を主張し、ヒトラーもそれに応じた。しかし連合国軍が宣伝ビラでガーレンの説教文をばらいたことで一般にも広く知られるようになり、世論も動揺した。 ローマ教会の最高司教会総会は安楽死政策が認められないという決定を行い、教皇ピュース十二世がその決定を広く交付するよう命じた。ピュース十二世はこの後もたびたび安楽死を批判する発言を行った。T4 作戦への批判が高まったことから、1941年8月24日にヒトラーはボーラーに対して安楽死の中止を口頭で命令した。 この中止命令により、安楽死政策そのものは公式的に中止されたと、公けには受け取られたものの、実際には、ハダマは安楽死施設の合冊が中止されたのみに、過ぎなかった。それ以外の精神病患者の収容施設では、医師、看護師による患者の安楽死が、国家の統制を、比較的受けない形で続行されるばかりか増加し、野生化した安楽死と呼ばれた。また、 作戦中死後に T4 作戦の職員は、いわゆる絶滅収容所に配置され、彼らの伝えたガス殺、死体乗客、施設のカモフラージュに関する技術が、ホロコーストに利用された。1941年10月23日、内務大臣、ビルヘルムフリックは、医療、養護施設の受託者として保健局参事官のヘルベルトリンデンを任命し、安楽死組織が、 国家機関として位置づけられ始めた。臨年の組織は、各施設の収容者を登録し、T4 の医師で構成された、鑑定人を医療施設に巡回させた。1943年6月末からは、傷病兵や空襲負傷者のための医療需要が増大し、そのための口ベらしとして、治療しても仕方がない精神病患者を殺害する。 ブラント作戦が始まり、医療施設から患者が大規模に移送された。また、反社会的分子の安楽死も活発となり、労働を減をする労働儀費者、ジップシー、精神病室者などがその対象となった。1942年9月18日には、夫ゲオルク・ティラック法相がヒムラーと合意し、受刑中の反社会的分子は、労働による鬼滅のため、 新英隊に引き渡されることが合意された。これにより、8年以上の刑を受けたドイツ人やチェコ人、予防抗菌者、3年以上の刑を受けた列島人種とされた人々は、法務省の判断で強制収容所に送られた。テーラックは1943年4月に犯罪を犯した精神病患者も強制収容所に送るよう命令した。この対象には投稿拒否児童、 転換患者、脱走兵、労働危機者が含まれている。これらの囚人は、労働に耐えられると判断されたうちは労務を強いられて、いたが、働けなくなった場合には、安楽死が実行された。法務省への報告によると、1942年11月に、強制収容所に送られた1万3000人の、反社会的分子は、1943年4月の段階で、 ほぼ半数がすでに死亡していた。これらの政策の犠牲者数は1942年には一時的に減少したものの、1943年、1944年は1940年とほとんど同水準であった。1943年5月には労働力配置相関、フリッツザウケルが病気で働けなくなった東方労働者の帰境を禁じ、 国家保安本部の特別収容所に移送するよう命令した。これらの移送者は病気回復が見込めない、または収容ベッドの余裕がない場合には安楽死処分が行われた。詳細はナチスドイツにおける乳幼児の安楽死を参照障害のある子供たちは普通の病院と違う特別な病院に入れられた。子供を対象とする安楽死は1943年4月から。 本格化した。その規模は次第に拡大し、やがては青少年も安楽死の対象となった。詳細は 14F13 作戦を参照強制収容所においては、新英体全国指導者ハインリヒヒムラーがボーラーと協議し、強制収容所の無用の長物7を排除する 14F13 作戦が行われた。 1941年から1年間を中心として行われたこの計画は T4 組織の拡大を示すものであった。作戦の名称は新衛隊の文書規則にちなんでおり、14は強制収容所送管、F は死亡事案、13は T4 計画の設備による殺害を意味する。無用の長物に該当したのは自由不能の病人、身体障害者、 労働能力の欠如、反社会的分子などが挙げられ、特に反社会的な精神病室を持つとされた反社会的分子が中心であった。1944年以降には囚人の増大によって、再び T4 組織による措置が望まれるようになり、ソ連領から徴用された東方労働者、ソ連軍捕虜ハンガリーユダヤ人、エホバの証人の信者などが対象となった。 14F13 作戦による死者は1万人とも2万人とも言われる。これらの政策により、精神病患者などがおよそ8万から10万人、ユダヤ人が1000人、乳幼児が5000人から8000人、労働不能になったロシア系などを含む強制収容者の1万人から2万人が犠牲となった。ただし、現存する資料に基づく、この数字は実態より、 かなり少ないと見られており、犠牲者の実数はこの2倍に上るのではないかとも見られている。占領地にあった精神病院でも患者の殺害が行われたが、彼らの殺害には T4 組織は直接関与はしておらず、殺害方法も射殺やガ死などの手段が主に取られた。終戦後、関係者はニュルンベルク継続裁判の医者裁判などの法廷にかけられた。 主要な関係者のうち、ブラントとニッチェは、医者裁判によって有罪が確定し、処刑された。リンデンは1945年4月、ボーラーは5月に自殺した。ハイデは逃亡したものの1959年に自首し、自らの裁判が始まる1963年に自殺した。2010年、ドイツの精神医学会は、障害者の殺害に加担したことを正式に認め、 謝罪した。ありがとうございます。